早速ね、駅の方向かっていきましょう。よいしょ。まあ、すぐですよ。もう、ここ駅でさっき立ってたコンビニがそこで。もう、こっち見たら、そこに駅ありますからね。そんな難しい距離ではない。よし。さあ、まあ、ちょっと歩いてきましたけどね。地元の方がね、ちょっと話されてる感じでね。カメラは回してないですけど。まあ、周りに渡す限り、築地に駐車場は、あちこちにある感じですね。駅前バイトがもう閉まっちゃってて、自販機あるって感じですね。で、よいしょ。中に入るんですけど、ちょっとね、構造はかなり独特です。3月18日からの時刻表が出てますね。4日時方面です、これは。ガーッとあって、地方面はね、こんな感じと。これはね、マニアックな8時50分発の釜が、これがかなりマニアックな文様らしいですけどね、変わらず始発らしいですね。で、関西本線の接続をやってっていう感じの文様らしいですけど、多分そのまままた帰ってきて、1分のやつに、パッと折り返し作るんでしょうね、なるほどな。まあまあ、3、4時間だったら、その帰りの運用があるとかっていう感じなんでしょうね。で、さっきはね、変わらなかったんですけど、普通までこうやって見るようになったら、ここをするだけでもう元が取れますからね。駅自体は、JR の駅ですね、こんな感じで。JR のこのアートくる。朝駅の位置はね、実は結構充実してますから、四日市行きのワンマンもね、結構設定あるんだな。へぇー。1時間ほど多いですね。へぇー。そういうのがね、そして、実は、四日市行きの設定があるんだ。そんな設定あったっけ？ 1 時間でもあるんですよ。あ、こっちはサーバー乗り場だから、そうか。あれがあるでな。うん。あ、感じでこんな感じですね。あ、でもこれ一応ね、出しとかないとね。ライドの。全然映ってないけど、ライドパスのね。マイチケット押せばいいんだっけ？あ、チケット見せて、これで、今日も使えますね。大丈夫ですね。で、川田駅ね。これは JR のホームなんでね、隣駅か、南岡駅の方が一緒ですけど、変わるようになってますけど、こっちの方行くと関西本線というわけでございますね。で、かなり構造が独特でね、一応、3面4線の形になってるのか、形としてはね、3面4線なんで、かなり大ターミナル駅みたいな感じにはなってるんですけど、ちょっと様相は違いまして、こっちは四日市方面にね、行く人で、まあ、こっちに行く感じが多いのかな。で、亀山方面はね、向こう側に行けばありますよ、ということで。亀山方面になると、だいぶちょっと本数が減る感じですけど。ね、こんな感じで。朝夕、だいぶね。あれ？ここは電車が来る。え？反対側かな？よいしょ。こんな感じで渡って、こっち側にね。あるんですけど、ちょうど電車来るかな？どこに、どっかでしょうか。こんな感じで、高低差がだいぶあるんですね。お。え？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 なんで？どういうこと？今のは規定本線で使われている列車ですね。うん。ですから別に、下を走ってくでも珍しいけど。
階層扱いになってましたね。あでこっちの方行くと亀山方面であれなんですけど、伊勢鉄道線なんでね、あの快速名が通過していくとかだったらね、かなと思ってたんですけど、ね、南紀の通過とかもあるんですけど、あれかな、 車両基地に持ってくようかな。でこっちの方入っていくと、よいしょ、ちょっと高い方になって、ここから見るとめちゃくちゃ高くなりますね。向こうのホームから比べると、こっちが伊勢鉄道線のホームになります。まあこっち完全ホームも伊勢鉄道モードになってますよね。本数がね、鈴鹿駅よりもちょっと減ってるっていうのは、これあれですね、快速民の停車とか東急南紀のね停車が向こうあるんで、その分ね、こっちの方が少なくなってるよということでございますね。で線形は伏線でね、なんかちょっと変わった形の伏線になってますけど、先のところがね、これどういうことかというと、この関西本線の方のやつと合わせるのに、ここから見ると上り方面、右側のね、左側の線路の方は、右側の方があるか、右側はそのまま側線から離れてね、スーッと入ってきてこっちの方に入ってくるよって形なんですけど、反対側の方はクロスオーバーしてね、合流しないといけないんで、クロスオーバーするためにね、一回グイッと曲がってね、あそこ、また入れて、線路をまた入れて、関西線のね、で、南岡市行くまでの間に合流するっていうような感じでね、なってるんでね、こんな感じですよねってことですね。で、川田台駅、よいしょ。ちなみに、3番ってなってるのは2番、1番、1番、2番はもう、四日市駅の方に割り振ってるんですよね。1番が四日市駅、2番が南四日市駅。JR の考え方で完全に JR 路線なんですけど、そこにもう駅ナンバリングしちゃって、実質ここが3番目っていうことでね、実質制でやってるってところなんで、1番、2番が、欠員になってるっていう珍しい鉄道会社ではあるんですね、駅のナンバリングが。っていうことでございますね。で、多分ここが唯一の四日市市の駅で、この伊勢鉄道のね、駅名標がある駅、単独駅としてあるのは、まあ一応ここだけなのかな。まあ、単独駅って言っても管轄は JR の扱いになってるはずですよね。まあもともと国鉄伊勢線なんで、それもあってこんな感じのね、構造にはなってますけど。で、こっちの方はそのまま普通にずっと伸びてきてるんでね、実は企画としてはかなりいい感じですよね。あの、企画は古いけど、架線が張ってあるか、企画は、あの、電車としてね、走れるかどうか。企画は新しいんですけど、ディーゼル専用っていうね、架線が張ってないっていうね、ちょっと、独特なところですよ。ただ、ここも、もうすぐね、言うてるうちに、今度 HC85 系がここを走るようになってくるわけですからね。33。もうちょっと時間があるのか。11時33分なんで。次52分ですからね。ちょっと時間があるな。ちょっと駅をいろいろと見ていきましょう。キロポストはここ起点になってんのかな？